ツリートが怖いよ、壊れたよ。あははは、うへへへって夜。お、カクリ？ん？カクリ、マルだ。カクリよね。え、なになになに？なんか誰かに殺されそうな雰囲気。違うか。マルだ。新情報が入ったわ。新情報？ええ。私たちがこの町に来るきっかけになった。例の隕石つながりのね。おお。隕石だって？おいおい、カクリ。何度も言わせないでくれよ。あれは隕石じゃなくて UFO だ。マルダーの UFO が正しかったってことやね。はぁ、もうその議論はうんざり。新情報聞きたいの？聞きたくないの？一体どんなやつだい？新たな目撃情報よ。謎の何かがこの町に落ちて、大きなクレーターを作った後、どうやらその何かは、また別の場所に落ちていったみたいなの。ん？なんだって？どういうことですか？第5章、UFO の謎を追え。俺たちもよ、UFO を探そうぜ。何ですか、いきなり。あのジョーズってやつから聞いたろ？この街に UFO が落ちたって。きっと俺の UFO ストーンはそいつの一部なんだ。そう考えたら、もうじっとなんかしてらんねえよ。確かに気になるよね。UFO ね。確かにロマンはありますが、私はいまいち信じられませんね。なんかうさんくさいっていうか。いや、妖怪だって十分うさんくさいですけど。とにかく、まずは UFO の手がかりが欲しいな。となればここはやっぱり、ヌーの出番ですね。まずは UFO っぽい記事が書かれたヌーの情報を、例のブログで集め、それをもとに街を回ってみましょう。あれ、ブログやったんや。アイナのストーリーを進めるとヒントが。ミステリークエストに挑戦しよう。アイナのストーリー第5章のキークエストをクリアすれば、新たなヌーの情報がゲットできるかも。ということはだ。とりあえず、ん？ここもしかして2階に行けるの？ほら、なんかはしご。上に行ったらキュッピーがあるとかそういうのでは。なかった。何あれ、ルーレット？違うか。じゃ、とりあえず戻って、戻って、キュッピーの場所。キュッピー、どこだ？とりあえずアユナの方に切り替えて、ストーリーがリンクしているらしい。あ、ここだ、ここだ。よし。キュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ。ほい、アユナの方に。切り替え。あ、そっか、こっちはまだ。ん？こっちはまだ、なんだなんだ？そういえば先生がどうたらこうたらって言ったよね。先生の授業がとか。子供たちいっぱい。こんな暗い中で何をしてるの？これは一体どういう状況なのだろうか。リク、しっかり。リク、こんなとこで何やってるの？お母さんにチクっちゃうぞ。めっちゃフラフラしよるけど。姉ちゃんも遊ぼう。ねえ、遊ぼうよ。嫌なこと全部やめちゃってさ。先生優しいから、姉ちゃんも入れてくれるよ。リクくん、どうしちゃったんですか？怖いよ、目がうつろだよ。リクくんの言う通りじゃ。みんなと一緒に遊ぼうぜ。ここでは嫌なことは全部やめて、好きなことだけしていいぞ。めんどくさい宿題も、お片付けも、みんなやめてしまえ。今すぐやめると楽だぞ。やめるんじゃ。そしてみんな一緒にゲームばっかしようぜ。楽しいぞ。やるだに。あゆな、妖怪がいるだに。え？なに、どこ？お。ふ、やめるんじゃ先生じゃよ。ピーヒャララ。ハーメルンの笛吹きってこと？ふふふ。新しい生徒さんかな？先生の学校へようこそ。いやー、
私は桜第一小学校の生徒ですし、何言っとるだに？突っ込むところはそこじゃないだに。この世は面倒なことばかり。でも先生の生徒になれば自由じゃぞ。そして一緒に遊ぼうぜ。ずーっとずーっと一緒にさ。嫌なことは全部やめるんじゃ。楽だぞ。子供たちはこいつに操られてるみたいだに。そんな不気味な先生と一緒に遊びたくないわ。うひゃー、もしかしてこれってかなり危険な状況ってやつ？さあ、いい子だから先生の言うことを聞くんじゃ。そんなの断るに決まってますって。おやおや、悪い子じゃな。先生の言うことが聞けない子はお仕置きじゃ。うわぁ、バトルか。やめるんじゃ先生が現れた。バトルスタート。みんな体力は大丈夫だね。よーし、いけい。何、やめるんじゃ先生の周りに怪しい音符が現れた。何それ。防御っすか、それ。なになになに。でも結局縦一列だからあれだよ。追撃あるんじゃない？ね、横一列じゃなくても多分大丈夫だったはず。え、違うっけ？待って、みんなちょっとお祓いしないとダメじゃん。綺麗。こういうことか。あ、いい、これ好き。この感覚好き。お祓い完了。そして、はい、みんなお祓いお祓い。コスレイ。出てきた出てきた。はい、お祓い完了で。ああ、いい、これ超気持ちいいんすけど。ああ、ダメだった。よっしゃ、お祓い完了。そして、必殺技。さあ、来い、メラメライオン。一発。チャージ完了。あ、また音符出てきた。機関棒時短だ。時短だ、やった。そして、必殺技。みんな、その音符をちょっとずつ片付けてって。チャージ完了。ほら、あと二つ。あー、制限バーニング出たわ。うわ、一個も効いてない。ちょっと避けて避けて避けて。あー、避けきれてなかった。どこ、あ、いたいた。で、はい、必殺技、白の必殺技。ツリートが怖いよー。壊れたよー。あははは、うへへへーって夜。いっけー、白チューム。そしてアイテム、アイテム、ちょ、アイテムが使いたい。味方を攻撃しないで。これで味方に使う。はい、そしてちょっとお祓いを。大変だな、すること多くね。やめないよ。そして、はい、みんなお祓いお祓い。やばい、この間にもちょっとみんな攻撃しててね。諦めていいんじゃま。やだよ。いいんじゃよ、やった。んで、ちょっとアイテム、アイテム、梅おにぎり。ほんのり回復ぐらいやけど。あ、待って、間違えた。あ、一応メラ、え、そんだけしか回復せんのやばくね。いや、それはちょっとよろしくないわ。あ、待って、メラメライオン、いつの間に出てきたの？もしかしてまた向こうになんかそういう技を使われた？あ、音符があるな、まだ手前に。制限バーニング。でも多分これ効かない。音符があるから。ほら。ちょ、待ってね。これで、少し、HP を結構回復してくれるのはある？ないのか、もしや。ほんのり。そこそこ。これ。じゃ、これをメラメライオンに使って、で、あと、縦に並んでんのか、みんな。お祓いしとこう、お祓い。潰せ、潰せい。なんか、裏におる子も、なんか今、お祓い、まず、マークついとったね。お祓い完了。あ、技オッケー。さあ、行け。おー、ダメか。いいね。よくねえわ。大丈夫か、みんな。身代わり音符ちゃん。その音符めっちゃ邪魔だな。ね、超邪魔だよね。
これ狙うでさ、音符崩せないの？崩せないのか、超邪魔じゃん。あ、待って、避けてみんな。みんな避けて。よし、オッケー。そして、はい。釣り糸。釣り糸。あ、でもみんな回復してる、今。よし、いいね。世界平和のつぶやき。今、回復関係なかったわ。な、あ、やった。やった、ちょっと待って。はい。ハク取って、それ。おーし。いけ、撃つんだ。そして、あ、みんな取り憑かれてる。みんな取り憑かれてる。ちょっと待って、お払い。お、今のめっちゃ効いたね。やばいやばい。いい感じだわ。え、使ったんでしょ、今。はい。メラメライオン、聖剣バーニング、いっけい。ハク混乱中か。今の音符がない間に。聖剣バーニング。そしてちょっとお払い。はい、お払いお払い。このボーノまた来てくれんかな。ハクの助けが消えた、マジで。ダメじゃん、ダメじゃん。とりあえずもう一回ハク助けを。回復技を。つけといて。チャージ完了、ハクチューム。いけい。待って待って待って、避けとかないと、それそれそれ。あ、オッケー。オッケーやろ。あ、ダメじゃん。今のダメじゃん。ちょ、待って。メラメライオン、避けて、とりあえず。避けれたね。あ、釣り糸がちょっと。まあ、一発ではやられんけどさ。いいね、ありがとう。んで、お払い。釣り糸お払い。何、超ラッキーって。お払い完了。何、一発じゃん。え、なんか超一発だったんだけど。何事？とりあえず入れ替わって。台無し行くよ。つなげろ。結構長引くな、今回戦い。強いね。てか、忙しいわ。チャージ完了。いっけー、機関ボジタンダー。うわ。全然まだまだ音符があるな。あの音符を、ちょっと、取り払ってね。それを取り払ってくれたら、こっち、聖剣バーニング行くから。ちょっと誰か、あ、そう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 、攻撃したね。オッケー、チャージ完了。今のうち。え、メラメライオン。メラメライオン。ちょ、待って、じゃあ入れ替える。ワカメ？ワカメスター行くよ。叩け叩け。今音符ないね。オッケーオッケー。さあ行け。あ、やべ、今、もしかして当たる？魅惑の階層カーニバル。ポイント、ヒットポイント回復大事、マジで大事。いや、マジで大事ではあるけど、でもちょっとね、お払い。待ってね、みんなちゃんと攻撃しててね。あとちょっとや。回復系いっぱいいてよかったな、今回は。ね、剥がせい。ペラペラペラ。はい、おっしゃ。ふぅ。そして、スリートもいいんだけど、ちょ、出てきて。メラメライオン。そして、お、来た？メラメライオン必殺技使えんやん。じゃ、ちょっととりあえず、とりあえず回復して。釣り糸。あー、メラメライオンがどっか行ったよ。出したばっかなのに消えたよ。世界平和のつぶやき。ちょ、メラメライオン出てきてって。あ、ワカメスターだ、これ。とりあえず、台無し行くよ。ほい。ワカメ？いいね、あれ。チャージ完了。機関ボジタンダー。まだか。あ、音符あるし。マジか。あ、でもほら、切った後一発ぐらいで。うわ、超移動した。ワカメ、あ、おっしゃ、来たよ来たよ来たよ。イエーイ、一応最後までつなげてみる。関係ないけどね。勝利。
あー長かった、だいぶ長かったこの戦い。やったねみんなレベルアップ、めっちゃ頑張ってくれたよ、助かるよ。強いんじゃねえ、君みたいな子に出会えるなんて先生嬉しいぞ。倒されたのに全然悔しそうじゃないだに。なんだこいついい妖怪か。どうしてリクたちを。生徒たちが、今の子供たちがとってもかわいそうだからじゃ。もっと思いっきり遊びたいだろうに、やれ勉強しろだのお手伝いしろだの、これじゃあ全然楽しくない。だから先生が辞めさせてやるんじゃ。まあ悪いやつじゃないみたいやね。果たして本当にそうでしょうか。私はそうは思いません。確かに嫌なことは何もしないで楽しいことばかりするのは最高です。大好きなセラピアーズを24時間ぶっ続けで見まくったり、プリチーのナメキチグッズをお小遣いのある限り買いまくったり、あーそんな毎日が遅れたらなーと思ったこともあるけど、ひどい毎日だにね、堕落しすぎ。でもそんなことばかりしてたらとんでもなくダメな人になっちゃいますよ。それになんか苦しいこととか辛いことを乗り越えてご褒美的にそういういいことがあるけんさらに嬉しいんよね。今の笑うとこだった？うんうん、確かにそういう考え方もあるね。生徒たちがダメな子になっちゃうのは先生もごめんだな。というわけで先生の教室はこれでおしまいじゃ。それじゃあこの子たちもそれぞれの家に返してあげることにするよ。とってもウキウキだね。お、家に帰りよる？この場で術を解くわけじゃなくって家まで帰るように操りよんやね。リクくんは？でも先生に会いたくなったらすぐに呼ぶんじゃぞ。先生はいつだって可愛い生徒たちの味方なんじゃから。それは遠慮しておきます。子供が好きなんかな。これで一件落着だに。おお、やったね。お、携帯が。お母さん。もしもし？あゆな、こんな時間までどこで遊んでるの？いや、ごめんなさい。リクも一緒にいるの？うん、うん、一緒にいるよ。もう帰るよ。そう、気をつけて帰ってらっしゃい。お母さんも途中まで迎えに行くから。いいお母さんだな。倒れてる、なぜリクくんだけ寝てるし。ふわー、もにゃもにゃ。寝ちゃってるみたいだに。仕方ないな、おんぶして帰るとしますか。いいお姉ちゃんだね。今日も探偵事務所に行きますか。きっと依頼がたくさんだに。早く行くだに。おう、おや、げ、ねえねえ、姉ちゃん、また遊びに行くの？そうだよ。別に変なことしてないよ。またお母さんにチクるとか言うかな。いってらっしゃい。お、ちょっと可愛くなったんじゃないの？あれ、珍しい。ん？あれ、どういう仕組みになっとん？あ、なるほどね。あのペラペラの扉一枚で部屋が繋がっとるってことか。まあ、いっか。それじゃあ探偵社にレッツゴー。ダニー。なぜそっちから。ワープを使えよ、ワープを。話しにくい。昨日の夢のせいだ。姉ちゃんが怪物から守ってくれる夢。別にかっこよかったとか思ってないし。かわいいな、リク。いいね、いいね。映画見に行くん。ヨジラ。何ヨジラって。最近のは 4DX がいいよね。え、マジで？ヨジラが。
うわ、もうめっちゃ声が。もしかして次回第5章、街に潜む巨大な影、お楽しみにだに。丸っこいね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。